なろ YouTube ヒカキンブログへようこそ。さあヒカキンブログ第2本目ですね。ヒカキンブログね、本当にラフに行った方がいいなと思ったんで、いつもみたいにカットしません。パス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 、もうこの感じでフリートークでいきます。ですね、今日は僕が小さい頃、小学校5、6年生の頃からすごいずっとモヤモヤしてることを皆さんに解決してもらいたくてこのブログ撮ってます。もう出かけるんですけど、出かける前に撮ってます。それはですね、ポケットモンスターありますよね。あの元祖ポケットモンスターですね。で、僕それはね、僕が小学校 5年か6年くらいの時にあの大ブームだったんですね。空前の大ブームだったんですよ。で、僕はグリーン版を買ったにもかかわらず人影で始めました、確かね。それで育ってって、まあ、リザードンになるじゃないですか。わかりますよね、多分ポケモンやってた方。リザードンっていう、まあ、人影のすごい炎の強いこういうドラゴンみたいなのになるんですよ。それでリザードンになって、僕的に確か覚えてる中で炎系の技ですごい強い技で、大文字って技あるんですよ。漢字で確か大文字って書いて、その大文字マジ強いよねみたいな話を小学校のね頃クラスでしてたら、とある同級生の女の子が、え、なんて言った今、大文字じゃないよ、え、なになになに言ったら、大文字でしょって言ってたの。そう、大文字だよ、いやいやいや大文字でしょ、いや大文字だよ。このアクセントの違いでね、若干喧嘩になりましたね。うん。で、僕はね、なんかいろんなアクセント、人にはおかしいって言われることもたまにあるんですけど、まあ田舎の訛りとかかもしれないですけど、結構下げるの好きなんですよ。うん。だからね、大文字、僕は大文字なんですけど、僕は大文字、その子は大文字。皆さんどっちですか？僕の大文字だと思う人は1番で、大文字、あれと何だっけ大文字、大文字、大文字だと思う人は2番、コメントに1番か2番ぜひぜひ答えてください。これで、今日僕ちょっと出先で皆さんのコメント読んで、小学校からのモヤモヤがなくなると思います。僕が合ってたのか、それとも彼女が合ってたのか、まあ正解ないかもしれないんですけど、ぜひぜひ皆さんの思ったことをコメントにください。それでは今日も出かけていきます。バイ。ヒカキンブログに登録、チャチャ、ヒカキンブログに登録、チャチャ。